まだまだ頑張るよつむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシュ放題ということで、続きましてはポカホンタスね。これ必要つむすやばくないって感じなんですけど、時間3秒以内だったらつなげたつむが全部いけるってことは、もう白雪姫とかラプンツェルとかもはるかに凌駕するくらいの最強のやつなんですよね。ということなんで、もうどんどんとにかくポカホンタスを消していきましょう。ポカホンタスってどんな映画なんですか？ジャングル系の映画ですよね。そういうことなんだ。私はどうになる勘違いをしていたようですね。すべてのツムをつなげると思ったら、遠くに離れているツム同士でもつなげますぜっていうことなんですね。そういうことか。あの説明の文章だけだったらちょっと勘違いするべや。マジか。うわぁ、騙された。つもりでお試しくださいっていうことでしたね。何の話がいいですか。まあいいや、ちょっと、ということで離れたツムであっても、こうやって消して、いやちょっと整理しながらやっていこう。消したツムの合計がポイントになる。つまり3つ消しても、その3つのツムが10個あれば30個になるっていう、そういう考え方だべ。ちょっともう一回やってみようか。どうなんだ、なんかそれっぽいね。1個しかなんかその消した積む数が表示されないから、それっぽい。まあポカホンタスはそんな感じでした。これどういうつながりがあるんですかね。なんかジャングルのそのスターをあーあーってやるのをこう連続でやっていくからみたいな感じなんですかね。まあそんな感じで大きな積む消していきましょう。ようやく半分まで来ましたね。ということで、ポカホンタスはつなげるツムでした。お疲れ。